さあ、コンバットですね。混乱があって1台スタックしておりますが、肉 17.5 クラスですね。第1ラウンド。つけていた山崎選手がちょっと2、3箇所引っ掛けてしまって、1周目は回のいい選手が、トップを走る回の選手は1回ショットで展開になってしまいましたね。さあ1周目を見て、回の選手、山崎選手、豊田選手、西川選手、大野選手、前田選手、中島選手、海津奈選手、亀井選手、伊予選手の順で、レースが進行されます。さあ東北中央1台転倒しておりますが、マーシャルの方地方の動き気をつけてください。山崎選手が、かなりペースを戻して海野選手に近づいてまいりましたね。さあこの差をさらに埋めることができるか、山崎選手。海野選手はまずは、自分のペースでトップを現地といったところでしょうか。さあ3番手以下、豊田選手が3番手に上がっていますね。よけ、今ホームステージを走る、グリーンの前だね。はい、豊田選手が現在3番手。さあ早くも、海野選手は周回遅れが出始めたようですね。さあ今回 A 面に残った中島選手を海野選手と山崎選手が、クリアして、トップ争いは2年、2秒差から3秒差。さあ山崎選手ここから、追い上げることができるでしょうか。さあ山崎選手はベストランク18秒72差を出して海野選手に近づきたいところですが、今回のレイアウトをちょっと不利な姿勢で着地すると、姿勢を引き戻すような、レイアウトになっております。さあ、トップ走る海野選手、ここで、テープ5に1人で転倒。少し山崎選手の差は縮まったか。さあここから海野選手は再び山崎選手を引き離すことができるでしょうか。さあ2人の車の速さはほぼ互角。海野選手が18秒90と山崎選手が18秒723。さあここで3番手に上がってきたのは大野選手ですね。大野選手が3番手に上がってきたので、じゃあ、3位はですね、大野選手、豊田選手、石川選手、海野選手、伊予選手、亀井選手、中島選手の順で、勝案が詰めてるぞ。レースが行われております。さあトップがだいぶ山崎選手が近づくのですが、さあどうか。詰めてる。海野選手がさテーブルトップ、山崎選手もテーブルトップ。さあ手前の2レーンをクリアして、さあ山崎選手、関西から三振可能山崎選手、かなりコースを厳しく見れば、うまい。海野選手に、並びかけてきましたね。現在トップと、トップを争っている2名の選手がインフィールドの、真ん中に、さあ、その間にですね、トップの海野選手が2列で、ミス、山崎選手が取ってられました。さあ時計の方は残り1分20秒。さあ山崎選手、ここから海野選手を、さあ海野選手ここで痛恨のスタック。さあここで山崎選手ちょっと楽になった。山崎選手、2番手は海野選手とはですね、6秒差ですね。これがいる。さあインフィールドトップを走る山崎選手はインフィールドの2レーンアップ、トップを走る車はホームスライドです。ホームスライドです。前の車を譲ってください。はい、ありがとうございます。さあ、トップを走る山崎選手が現在バックスライド。さあインフィールドのテーブルトップをきれいに越えて、あと残り、30秒ですね。残り30秒。海野選手は現在、オレンジの車ホームスライド。さあ山崎選手、ノープッシュ、海野選手ノーシュックで山崎選手を追いかけてまいります。この差は2秒まで縮まってまいりましたね。さあおそらく残り1周か2周のレースになると思いますが、山崎選手はトップを守りきることができるでしょうか。現在ホームストレートを抜けて計測ラインが出る、ブルーと、白の車が、トップの山崎選手。
2番手カイノ選手ゴール、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 宮選手、西川選手。